こんにちは、ばあばです。今日はこの傘の作り方をご紹介します。上の方にフリルがついたようなイメージの日傘のようなおしゃれな可愛らしい傘になります。ではこの傘、早速作っていきましょう。用意するのはこの傘の部分に15センチ四方の折り紙、持ち手の部分に 7.5 センチ四方の折り紙、あと他にハサミと糊と爪楊枝を用意しておいてください。まず傘の部分から折っていきます。白の面を上にして、縦横半分に折って折り筋をつけます。開いて、色の面を上にして、次は三角形に縦横半分に折って折り筋をつけます。開いて、色の面を上にした状態で今ついている折り筋通りにこのように四角形に折りたたみます。開いている角が上で閉じている角が下になるようにして置いてください。下の縁をそれぞれ中心の縦の折り筋に合わせて折ります。裏返して、こちらの面でも同じように下の縁を中心に合わせております。ここまで折れたら、今折った部分を開きます。そして、一つの角をこのように真上に立ち上げて、立ち上げた角の中を指を入れるようにしながら、このように折り筋通りに広げております。残り3箇所の角も同じように角を立ち上げて、中を広げて、このように折りたたんでいきます。側面のこのような平らな面を表に出して、左と右の角を結ぶ線のところで上の角を下に折り下げます。今折ったこの縁が中心の縦の折り筋に合うようにこのように折り下げます。折り筋をつけたら、一度今折った部分を開きます。この斜めの折り筋、今つけた折り筋のこの折り筋のところに合わせてハサミで切り取っていきます。斜めの折り筋通りにこのように上の部分を切り落とします。次は上の縁をそれぞれ中心の縦の折り筋に合わせております。
残り3つの面でも同じように上の縁を中心に合わせて折っていきます。ここまで折れたら、今折った部分を開きます。そして、上の角の一番手前の1枚を、このように軽く手前に広げてきますが、ここの斜めの折り筋の下の折り筋の角と角を結ぶこのあたりで手前に広げるようにして、そしてこの斜めの折り筋を山折りにこのように折り筋のところで折って、そうすると自然に外側にあった縁がこのように内側に折りたためます。手前に倒していたこの角を上の角に合わせてこのように折りたたみます。残り3箇所の面でも同じように折っていきます。手前の角を軽く広げて、斜めの折り筋を山折りにして縁を内側に折り込んだら、そのまま角を上に揃えます。4箇所の面すべて同じように折りたたんでいきます。次はこの角を一度手前にこのように広げて、この角を中心のこの位置に合わせて内側にこのように折りたたみます。角は全部で8箇所あるので、残り7つの角も同じように一度軽く広げて、そして中心に合わせてこのように折りたたんでいきます。
このような感じに折りたたみました。次は今折ったこの上の縁を軽くもう一度このように広げて、そして中心の折り筋、この上の縁の中心からこのように伸びる折り筋、この折り筋が谷折りになるようにこのようにつまむように折りたたんで、そしてこの状態で両側から挟むように折って、このような感じに外側に角が飛び出るように折りたたみます。残り7箇所も同じように折りたたんでいきます。次の隣の縁も一度手前にこのように開いて、中心の折り筋を谷折りにしながら両側から挟むように折りたたんで、最初に折ったこの角と角度がぴったり揃うようにこのように折りたたみます。残りも同じように折っていきます。このように折れたら、8箇所のこの縁がすべて均等に開くように形を整えたら、これで傘本体の完成です。次は傘の柄の部分を折っていきます。紙の白の面を上にこのような向きで置いて、爪楊枝を使ってこの角から丸めて細長い筒状にしていきます。折り紙の角からこのように爪楊枝にしっかり巻きつけて、このままくるくるくるっとこのように筒状に丸めていきます。ある程度丸めてきたら、爪楊枝は抜き取って、そのまま端まで丸めていきます。最後のこの角は糊を使って貼り合わせます。角に糊をつけて貼り合わせて、このような細長い筒ができました。この角のずれている部分、この部分はハサミで切り落とします。
てこの持ち手の部分の丸みをつけていきます。端のこのあたりで筒状の膨らみを潰しながら、このように U の字の感じに丸みをつけてください。はい、これで傘の柄の部分が完成です。さっき出来上がったこの傘本体のこの先端の角をほんの少しハサミで切り落とします。あまりたくさん切ってしまうと穴が大きくなってしまうので、先端の先ほんの少しを切り落とします。このように穴が開きました。この穴に傘の柄を通していきます。柄のこの下のあたりにまず糊をつけます。糊をつけたら傘のこちらの部分から差し込んで、さっき穴を開けたこの先端の部分に出してきます。ほんの少し傘の柄の先端が飛び出たら、両脇からちょっと中心に向けて押すようにして、傘の柄としっかり貼り合わせておきます。はい、これで可愛い傘の完成です。最初に見本でお見せしたように、このように柄の折り紙を使うことでさらに可愛らしい仕上がりになってきます。日傘のような雰囲気なので、夏の時期にぴったりの折り紙だと思います。ぜひ作ってみてください。